輝け高校バスケ。今回紹介するのは岐阜女子高校バスケットボール部。インターハイ、ウインターカップともに出場数は30回以上、合わせて優勝3回、準優勝9回を誇る全国屈指の強豪校。昨年のウインターカップでは2年生中心のチームながら3位の好成績を残しています。やっぱり3位という好成績を残せたっていう部分はすごい自分たちにとってすごくいい経験になったと思うので、やっぱ日本一は取れなかったんですけど、すごくいい経験ができたなって思っています。チームとしてはまあ、下級生が大体中心であったので、手探りのような状況の中で、まあ、一つの結果が出したってことは子どもたちはよくやってくれたと思います。はい。そんな岐阜女子高校で今年注目なのは、昨年の公式戦1試合で10本のスリーポイントを決めるなど高い得点力でチームを支えるエース、加瀬野夏実選手。スリーポイントを打つっていうことを心がけていて、でもその中でもスリーポイントを止められた時にドライブであったりミドルを打てるように、やっぱりオールラウンダーにプレーできるようにっていうのは意識してプレーしています。そして高いフィジカルでインサイドを支える平山真帆選手。自分はフィジカルが強いので、ゴール下で相手選手に負けないように強く張ったり、リバウンドを絶対に取り切るっていうのが自分の強みだと思ってます。加瀬野を中心としたアウトサイドとそれからインサイドですね、まあ、そのうまく使い分けたバスケット、そしてアグレッシブなディフェンスで展開するバスケットを目指してはいますけど、はい、強力なオフェンスに加え激しいディフェンスで王座奪還を狙う岐阜女子高校。さらに部員全員が寮生活をする中で築き上げたチームワークが彼女たちの強さの秘訣となっています。毎日一緒にいるのでやっぱりお互いのことを知ることもできますし、やっぱりすごく助けられることもあるので楽しいです。そんなチームワーク抜群の選手たちが恒例のあのゲームに挑戦。輝けシュートチャレンジ。このゲームは制限時間内に指定された4箇所から3人ずつシュートを打ちます。1から3は各1点、4は2点、最大15点中何点取れるかを競います。今回挑戦するのはこの12人。全国屈指の強豪はどんな記録を出すのでしょうか。岐阜女子のチャレンジです。お、まずはゴール下しっかり3本とも決めてきますね。おミドルもしっかりと滑って今のところパーフェクトですよ。ロングもあー惜しい。みんながぴょこぴょこ応援してるの可愛いですね。ラスト2点ゾーン、おラスト、あー惜しい。あ、全員倒れてるいいリアクションですねみんな岐阜女子高校記録は12点でした。決めたかったんで悔しいです。試合で決めれるように頑張ります。惜しくもパーフェクトとはなりませんでしたが、今年の岐阜女子が目指すものとは。応援してくださるたくさんの方々やサポートしてくださる方々に恩返しができるように、何が何でも日本一になります。日本一になって応援してくださった方々に恩返しができるように、結果を残して自分個人としてもプレーでチームに貢献できるようにしていきたいです。まあ、去年はエースとしてなんですけど、今年はキャプテンとしてしっかりと自分のプレーでも行動でもチームを引っ張って日本一に導きたいなって思います。日本一になるぞ。